PJ ブラウンは、ミシガン州デトロイト出身の元バスケットボール選手。身長211センチメートル。体重108キログラム。ポジションは、パワーフォワード、センター。名前の PJ は、ピーナッツバタージャムの意味である、ルイジアナ工科大学に4年間在籍。121試合に出場、平均10.1得点、8.4リバウンドの成績を残した。 ブロックショット241回は大学歴代2位、リバウンド1017回は歴代5位の記録であった。1992年の NBA ドラフトで2巡目29位指名をニュージャージーネッツから受ける。しかし、そのシーズンはギリシャリーグでプレー。平均17.0得点、13.3リバウンド、3.2ブロックの成績を残した。 1993年から1994年シーズンにネッツと契約し NBA 入りを果たす。ルーキーシーズンから79試合に出場、そのうち先発で54試合プレイ。その年の NBA ルーキーチャレンジにも参加した。ネッツでは3シーズンプレイ。1995年から1996年シーズンには81試合すべてに先発出場を果たし、 平均11.3得点、6.9リバウンド、1.2ブロックの成績を残した。1996年から1997年シーズン開幕前、フリーエージェントとなっていたブラウンは、マイアミヒートと契約。一席後すぐに、スターターに定着する。同シーズン、チームは、ティム・ハーダウェイ、アロンゾ・モーニングがチームを牽引し、61勝をマーク。 イースタイカンファレンスファイナルまで進出。ブラウンもオールディフェンシブセカンドチームに選出されるなど、チームに貢献した。1997年のプレーオフ対ニックス戦では、ニックスに1勝3敗と、リードされた第5戦マッチアップしていたチャーリー・ウォードを投げ飛ばした。この時、ヒートのベンチにいた選手は一人も立ち上がらなかったが、ニックスのベンチにいたパトリック・ユーイング、ラリー・ジョンソン、 アラン・ヒューストン、ジョン・スタークスはベンチを立ち上がってしまった。これに対するリーグの処分はブラウンは2試合出場停止、ニックスの4選手はそれぞれ第6戦と第7戦に2人ずつ分けられて出場停止となった。主力選手の出場停止の影響もありこのシリーズはヒートが3連勝し4勝3敗で勝ち上がった。その後1999年から2000年シーズンまで、 ヒートでプレーブラウンが在籍中、ヒートはプレーオフに進出していたものの、カンファレンスファイナル以上に進出することはできなかった。ブラウンは98から99シーズンに自身初の全試合に出場、キャリア最高の平均11.4得点の記録、2度目のオールディフェンシブセカンドチームに選出されるなど、選手としての評価を高めていった。 2000年から2001年シーズン開幕前、ヒートとシャーロット・ホーネッツの間でとトレードを観光。ヒートから5人、ホーネッツから4人の選手が放出された。ここでもブラウンは、スターターの座を確保。01から02シーズンには、自身最高の平均9.8リバウンドを、記録、3回目のオールディフェンシブセカンドチームに、選出された。 2006年から2007年シーズン開幕前、ホーネッツとシカゴ・ブルズのトレードで移籍することとなり、6年間在籍したホーネッツに別れを告げた。ブルズでは、ベン・ウォレス、タイラス・トーマスらのサポートに回り、ルーキーイヤー以来の定調な成績に終わる。シーズン終了後フリーエージェントとなったが、ブルズと再契約はしなかった。2007年から2008年シーズンが開幕しても、 どのチームとも契約は結ばれなかった。2008年2月27日に怪我人が続出していたセルティックスと契約。ケビン・ガーネット、ポール・ピアース、レイ・アレン・ラビッグさんの影からディフェンスを支えた。38歳のベテランは、自身初のチャンピオンリングを獲得した。シーズン終了後、現役引退を表明した。主にディフェンスを得意とする、ブルーワーカータイプ。 ドラフト開始名で NBA 入りし、オフェンス能力に決し彼が15年以上にもわたり、現役を続けていられたことが、いかにディフェンスで重宝されているかを物語っている。現在まで3度のオールディフェンシブセカンドチームに選出されている。インサイドの選手にしては、フィールドゴール成功率が低いが、ミドルレンジのシュートを多用するスタイルも多少影響しているようだ。ビッグマンが、 苦手とする、フリースローも80%に迫る、高確率で決めることができる。マヤミヒート対ニューヨークニックス、キャセールと PJ ブラウン、セルティックスへ、プレイオフを見据えて、この補強は本当に大きい。ありがとうございます。